細かくちぎった新聞紙を背景に色紙を貼り付けて描かれたさつまいも巣に帰ろうと羽ばたくフクロウの姿が色鮮やかに描かれた作品会場には岡左衛門が募集した障害のある人たちのアート作品や愛知アール・ブリュット展の優秀作品など合わせて45点が展示されています。アート作品を楽しんでもらい、 障害者の自立と社会参加への意識を高めるため開かれたこの芸術祭は岡崎市社会福祉センターであすまで開かれています。